っとさ、今日は2020年の令和2年12月30日の水曜日になります。妙見チャンネル妙見です。そして琴峰理性の弟子になった妙見を必死にいるアノニマスですというわけで今日は何の日だ。今日は東京都民は大体皆さんお世話になってるんじゃないですかね。地下鉄記念日です。ああ、メトロの日。そうそうそう、1927年の昭和2年のこの日に上野浅草間、まあ 2.2 キロぐらいね、に日本初の地下鉄東京メトロ銀座線が開業した日、はいはいはい、地下鉄開業の日ともされますよと。1925年の大正14年の9月の工事開始から2年3ヶ月で完成したと。所要時間は4分50秒、運賃は10銭。10銭っていくらぐらいだろう。開業日には物珍しさもあって1日で10万人近い人が乗車したという。この日この日本初の地下鉄はロンドンの地下鉄に感心した早川乗り継ぐが東京にもと尽力しようやく実現させたもんでしたと。ウィングが回転して通過できる自動改札機、間接照明と新しいことづくめであったと。だよね、地下鉄だもん、うん、というわけで今日12月30日誕生日の有名人、これは珍しくアノニマスからリクエストが来たやつなんでよろしく。レブロン・ジェームズです。キング・ジェームズといわれるバスケットボール界の、今なお活躍し続ける偉大な選手です。マイケル・ジョーダンとよく対比されますが、マイケル・ジョーダンは6度の優勝してるのにもかかわらず、逆にレブロン・ジェームズはまだ4回だったかな、うんうん、ぐらいしか優勝してないんですよ。4回でもすごいと思うけどな、これは。ただね、連覇じゃないの。あ、連覇じゃないの。ジョーダンは3連覇を2回やってるんだ。でもレブロンは連覇してないんですよ、全て。ただ行く先々のチームで優勝してるっていうのはすごいですね。ああ、なるほど。まあでもその中でも布陣は完璧なんで、うんうんうん、勝って当たり前のような感じもしますけどね。で、記録は高校生の頃からレブロンやってるんで、うん、ジョーダンより上になるんです、スタッツが。あ、当たり前なんだよ。ジョーダンって結構短いのよ、やってる時間が。そうだね。90年代に活躍して、で一回親父が死んで、うん、野球に転身したんでね。で親父が野球好きだったから叶えてあげようと思ってやったんだけど、うん、うまくいかなくて、その後戻ってきて、でまた3連覇して、で去って、でその後もう一回戻ってきたの、ワシントン・ウィザーズってところ、うんうん、それはまあ晩年だったんだけど、うん、それでも40代近くて50得点とかやってたから、すげえな。だからレブロンとジョーダンを比較するのは意味ないと思います。で、単純に私が言いたいのは、ジョーダンくらい最強の選手のうちの一人です。多分ポイントガードからパワーフォワードまでできます、うん、センターはできるかどうかわかんないけど、うんうん、でもできると思います。それぐらいオールラウンドな選手っていう意味では完成したトータルパックです。なるほど。そのレブロン・ジェームズなんですがね、まあ今年もレイカーズで活躍するんでしょうけど、連覇できるかどうかは見ものですね。連覇できたらジョーダンと並ぶんじゃないかという感じですね。あ、なるほどなるほど。全部使います。優勝回数はやっぱりジョーダンが上なんだよね。うん、今年っていうか来年か。来年だね。来年だね。全部使います。というわけで今日12月30日誕生日の歴史上人物です。東条英機でございますね。あ、東条さん、そうなんだ。今日ボーンしたの。生まれたってこと。あ、そう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 。東条英機ってさ、あれですよね、うん、北野武がやったよね。やったね。やったよね。似てないけどな。まあまあまあ。どうぞ。日本の陸軍軍人で政治家、戦犯、階級は陸軍大将。現在の百科事典とか文科省検定教科書等では新字体で東条、英語の A に東条の条が1条2条の条って言えばわかるかな、うん、と表記されることが多いと。軍人としては陸軍次官、陸軍航空総督、陸軍大臣参謀省総長。だからあ、落ち着きなさいって。政治家として内閣総理大臣第40代目だね、うん、まあいろいろ大臣歴任して、最終的には東京裁判で永久戦犯となって死刑判決を受けて処刑と、うん、そういう人ですね。というわけで12月30日誕生日のアニメ漫画キャラクター、はやてのごとく、久々に出したな、日々の文
ていう女の子なんだけど、まあバカです。というわけで今日12月30日誕生日の方おめでとうございます。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ではまた。